令和新選組。ケチケチしてたら多くが死ぬぞってことですよ。不況で人は死にますからね。緊急時なんですよ。みんなの命がかかってる。政治が全力を出さなきゃいけない場面なんですよ。子供たちの7人に1人貧困なんでしょ。一人暮らしの女性3人に1人貧困なんですって。これはあまりにも愛がなさすぎる政治だからでしょ。こんなことじゃ国壊れますよ。国がやらないんだったら都がやる。国が間抜けでもそれぞれの地域のトップがしっかりと仕事をしてくれればあなたの命は救われる。変えましょうよ、愛のある政治に。それを変えるのは誰か。あなたです。そして私がその先頭に立つ。東京都で力貸してください。東京都の都知事にさせてください。山本太郎と申します。